チダイとジェジェサと回ってくるラミレスに対してクロスプレー好返球でここは銀次郎体で受け止めました。巨人逆転はなりません。西武としては最少失点で踏みとどまりました。しかし続く7回の岸はピンチを迎えます。2アウト3塁でバッター今シーズン初スタメンの古木。実は古木はですね、前のイニングでエラーしてるんですよ。そうでした。それを取り返すために本人が必死だと思うんですよね。はい、三塁ランナー久保ガッツポーズでホームイン。2対1巨人がついに勝ち越し、岸はこの7回2失点でマウンドを降ります。逃げ切れるか巨人。9回守護神クルーンがマウンドへ。しかし先頭バッター野田にフォアボール。もういつも通りというか荒れてましたね。はい、これでは心配ですね。西武すかさず送って2アウト2塁として、バッター今シーズン相手心に喘いでいる栗山。クルーンが相手から手に絞りづらいにもかかわらず、栗山は初球から狙っていくんですよ。これは2アウトからですかね。まさに王者の意地で西武が試合を振り出しに戻します。さあ試合はそのまま今日も2対2で延長戦。マウンドは3番手小野寺。10回表坂本がこのライト前ヒット、これを足がかりに巨人2アウト満塁と勝ち越しのチャンス。このピンチに渡辺監督自らやられるかやるかというふうに声をかけました。さあ満塁で打席6番の阿部。今日は何としても勝ちたいと言っていました。小野寺はもうこうなると開き直るしかないんですよね、はい、ここはセカンドゴロに打ち取りました。巨人得点なりません。小野寺がここは気持ちで抑えますと、ピンチをしのいだ西武はその裏、この回もマウンドに上がったクルーンから2本のヒット。ワンアウト2、3塁と一打サヨナラのチャンス。バッターボックス昨日サヨナラの場面で3分間タッチアウトの松坂。打球はセカンド抜けるかどうか。